34年の新春を迎え、新たなる決意で防衛の任に当たろうと自衛隊の初訓練が各地で行われました。浜松の航空自衛隊基地では1月7日牟田司令以下全員が整列して国旗掲揚式、続いて F-86F ジェット戦闘機による初飛行が行われました。飛行前の整備を終わった航空自衛隊の第一戦機 F-86F は鋭い爆音を残して次々に離陸。新しい年への飛躍を思わせる堂々とした初飛行を繰り広げました。一方、雪に覆われた北海道の千歳基地でも北の空の守りにつく航空自衛隊第二航空団の初飛行が行われました。中島司令の指揮のもと参加したのは F-86F 戦闘機、 T-33 ジェット練習機36機。身を切るような冷たい風をついて次々に離陸。上空で編隊を組み、新春の日の光に引力をきらめかせながら見事な初飛行を見せました。1月13日には陸上自衛隊第一空挺団の初降下が千葉県の習志野で行われました。隊員およそ200名が C-46 輸送機で木更津飛行場を出発。習志野演習場の上空に差し掛かると命令一下次々に大空へ身を躍らせます。落下傘は次々と開き、晴れ渡った大空に時ならぬ花を咲かせました。こうして年ごとに成長を続ける自衛隊の初訓練は各地で行われたのです。佐藤長官の後任として1月12日に就任した伊能防衛庁長官は同22日陸上自衛隊練馬駐屯部隊を視察しました。新しい長官を迎えて駐屯地では観閲式が行われ、普通科部隊のほか特車航空機も参加しました。海上自衛隊では新年の初頭を飾って横須賀地方隊による海の観閲式を1月23日東京湾木更津沖で行いました。寺井総監を観閲艦として警備艦津軽をはじめ掃海艇魚雷艇など29隻が参加、海上に威風堂々の艦列を展開しました。陸上自衛隊北部方面隊は3月札幌郊外でスキー戦技特別演習を行いました。参加したのは第2管区隊、第5管区隊、
大七混成団などから選抜された粒寄りの選手およそ900名。野山を覆った雪の中でまず天幕の設営、そしてスピードを競う電話線仮設作業など、雪国にふさわしい演習競技を繰り広げました。一方、自衛隊の整備拡充に伴って部隊の移転や基地の開設が各地で行われました。高橋空将補を司令とする航空自衛隊美保基地の開庁式が3月21日に行われ、式典の後ジェット戦闘機をはじめ各種の航空機が一般に公開され人気を集めました。また6月3日、陸上自衛隊第10混成団本部が三重県久居町から愛知県の守山市に移りました。守山市に移った部隊は市民への移転の挨拶として音楽隊を先頭に特殊車両部隊がパレードを行い、市民の歓呼を浴びました。航空自衛隊の第5航空団が誕生し、宮城県松島基地で12月1日に開隊式が行われ、空の威力を増すことになりました。ミサイル時代に伴って陸上自衛隊にロケット実験訓練隊が誕生。12月4日、千葉の下志津校舎学校で杉山陸幕長を迎えて開隊式が行われました。T-33 ジェット練習機の国産は川崎航空機会社で引き続き行われていましたが、210号機をもって製作完了。3月25日、岐阜基地で観納式が行われました。式の後、最後に納入された T-33 3機によって空のページェントが繰り広げられ、集まった人々を喜ばせました。また同じ川崎航空機では海上自衛隊の対潜哨戒機 P2V の国産が始められています。生産計画では4カ年間に42機が作られる予定です。誰からも愛される自衛隊を目指していろいろな招待も行われました。3月26日には静岡県豊川市の少年団員16人が航空自衛隊浜松基地に1日入隊しました。隊員たちと同じ生活をして団体生活の実地訓練を行おうとするものですが、飛行場ではレーダーや飛行機について説明を受け、すっかり自衛隊のファンになりました。5月24日には海上自衛隊横須賀方面隊の警備艦下士に横浜市の養護施設の児童およそ300名が招待されました。日頃恵まれない子どもたちも初めて乗った自衛艦の乗組員に優しく歓迎され、楽しい一日を過ごしました。また11月3日には東京近県の一日里親里子およそ300人が高松の宮妃殿下と一緒に自衛艦磯波に乗って東京湾を一巡り、楽しい海の体験をしました。自衛隊のこれからの幹部を生み出す防衛大学の第7期学生の入学式が4月9日に行われました。この年の入学生は483名、およそ15倍の激しい競争を突破してきた優秀な学生ばかり。
それら和光度のどの顔にもこれから4年間の教育訓練を経て立派な自衛官になろうという決意がうかがわれました。陸上自衛隊第一管区隊は4月15日から3日間富士の裾野で春の演習を行いました。この演習には隊員およそ3000名が参加。物価部隊が150ミリ榴弾砲の見事な射撃ぶりを見せます。ナパーム剤を使った火炎放射器も凄まじい炎を吐いてその威力を発揮。また普通科部隊は重機関銃の実弾射撃を展開。そして相馬ヶ原から参加した第一特殊部隊が広い裾野を駆け巡って素晴らしい攻撃力を見せました。こうして第一管区隊の春の演習は各部隊の日頃の訓練の成果を見事に発揮しました。戦後初めての国産潜水艦親潮が5月25日川崎重工業神戸造船所で進水しました。伊能長官が支え綱を切ると親潮のスマートな船体はスルスルと船台を離れて浸水しました。親潮は排水量1100トン、水中速力19ノットという優秀な性能を持ち、海上自衛隊は新しい威力を加えました。自衛隊は少しでも一般のお役に立とうというわけで、北海道千歳の部隊が田植え時を迎えた農家に1日勤労奉仕を買って出ました。隊員たちはこの日農家の人々と一緒に田植えに励み感謝されました。内閣の改造によって新たに就任した赤城防衛庁長官が6月19日初登庁しました。新しい長官に対して栄誉礼が捧げられ、その後赤城新長官は整列した部隊を観閲、防衛庁長官としての第一歩を踏み出しました。新長官は就任後各地の部隊を視察しましたが、7月22日には海上自衛隊の横須賀地方総監部および第二実科学校を訪問し隊員を激励しました。また7月27日には空路北海道の千歳基地につき、北海道各地の駐屯地を視察して回りました。この視察の途中、赤城長官は第二次防衛計画の構想を発表しました。海上自衛隊の年中行事となった第3回遠洋航海は6月24日、機関けやき以下6隻が東京港を出港しました。乗組員たちは家族としばしの別れを惜しみます。大勢の人々に見送られて芝浦岸壁を離れた練習艦隊はアメリカに向かって1万2000海里の漕渡につき、ハワイ、サンディエゴ、ロスアンゼルスなどを経て8月26日無事帰国しました。7月10日陸上自衛隊今津駐屯の特殊部隊が乗鞍岳で初の山岳機動訓練を行いました。折から降りしきる雨と機
険な道路に悩まされましたが、持ち前の機動力で無事に突破。大きな設計を踏み分けて、およそ4時間の後、標高2300メートルの山頂を極め、自衛隊の息高らかなところを見せました。昭和33年から懸案となっていた航空自衛隊の次の戦闘機種を調査するため、源田空幕庁を団長とする調査団が、8月8日の夜、羽田空港からアメリカへ向け出発しました。アメリカに着いた調査団は、エドワーズ基地などで候補に上っていたグラマン、ロッキード、コンベア、ノースロップなどの戦闘機を実際に操縦、調査を行いました。そしてこの調査の結果、11月にロッキード F-104J が次期戦闘機として採用されることに決まったのです。9月25日にはアメリカのマッケルロイ国防長官が防衛庁を訪れ、赤城長官と当面の防衛問題などについて意見の交換を行いました。10月を迎え、自衛隊の秋の演習が海に空に繰り広げられました。海の演習は10月5日から28日まで、我が太平洋沿岸海域で行われました。伊原海幕長も陣頭指揮。この演習は船団護衛、対潜訓練、そして沿岸警備などを課題として行われ、船の訓練に呼応して、空からは B2V、S2F などの対潜哨戒機も参加しました。海上自衛隊は1年の訓練の成果を十分に発揮しました。また陸の方では、陸上自衛隊の34年度最大といわれる第6管区隊の連隊戦闘団対抗演習が10月23日から5日間にわたって東北の宮城の一帯で行われました。参加人員およそ6000名、車両およそ970両、それに航空機も加わっての大規模な演習は、広い東北地方の山野で昼も夜も続けられました。そして最終日、大城寺原での大攻防戦は、攻める部隊も守る部隊も各種の兵器を使って秘術を尽くしての戦いを繰り広げました。26日、伊勢湾地区に上陸した台風15号は未曾有の災害を引き起こしましたが、この災害者の救出に、また復旧に、自衛隊は目覚ましい活躍を見せました。赤城防衛庁長官も名古屋を訪れ、ヘリコプターで災害地を視察しました。
特に自衛隊のヘリコプターの活躍は目覚ましく、泥海の中に孤立した人々の救出や家を失った人々の避難に威力を発揮しました。空からは C-46 輸送機が各地から集まった救援物資を続々と輸送しました。そして海からは海上自衛隊の出動し、復旧のための資材輸送や集団避難などに活躍しました。いつまでも引かない泥水を排水するため、決壊した堤防を一日も早く復旧させるのが最大の問題でしたが、自衛隊員はこの作業にも機動力を発揮、泥にまみれて作業を続けました。この大災害復旧に派遣された自衛隊の人員は延べ73万人、艦艇は延べ3300隻、航空機延べ1200機で、文字通り昼夜を分かたぬ懸命の活動はこの災害を最小限度に食い止め、国民のための自衛隊という事実と日頃の訓練の成果を十分に発揮したものといえましょう。